聖騎士のお方、ようやく来てくださったのですね。どうかお助けを。この騎士に期待をかけているのですか？無駄ですよ、レオン。この女が私に殺されれば、あなたも身の危険です。あなたは必ず聴取を行われて、今までの悪事を全て暴露されることでしょう。言い抜けなどできませんよ。もうあなたはロアーナでは生きていけない。それを言ったらあなただって。私はここで生きていくつもりなど毛頭ありませんから、その前に言います。それにそうできるだけの力は。だったら私も。本当にそうするつもりですか？アス、なんでここに？あんたって昔からそうよね。私そういうところすごく好きで憧れてた。私なんかには釣り合わないと思っていたからすぐに諦めたけど。ごめんなさい。助ける、そんなことができるものですか？あなたに私を倒すことはできない。目つきが以前より鋭くなりましたね、戦士の。以前から私もあなたのことを殺そうと思っていたんですよ。あなたが私たちの障害となり始めた頃から。殺す？アスを？やめてレイキア、それだけはやめて。私があなたを人質にとっている以上、誰も下手な動きなどできませんよ、シエラ。私を人質に取ったままアスを殺すつもり？嫌よ、そんなの。私それくらいだったら。それくらいだったら何です？私それくらいだったら。駄な抵抗。地獄より出し豪華よ。すべてのものを焼き尽くせ。どうします、私のこと。自分の飼い犬に頭を下げるような真似はあいにくとできません。飼い犬は飼い犬です。彼女はずっと私の命令に従ってあなた方の情報を私たちに流していたんですよ。それでもあなたは彼女を許しますか？でもあなたを裏切ったのは彼女です。苦しんでいたからなんだと言うんです。それでも彼女は自分では何もしようとしなかった。彼女は弱い人間だった。考え方の違いでしょうか。関さんが占拠したぞ。無駄な抵抗はやめて、おとなしく手を挙げろ。なんで君がここにいるんだ。さては手柄を独り占めしようという魂胆だな。相変わらず君はなんて卑怯な男なんだ。本当になんでお前がここに？お前も見つめよう。せっかくの僕の大活躍のチャンスだったのに。くそー。おお、水騎士の方々、ようやく大勢来てくださいましたか。最初は一人だけしか来てくださらなかったから心配しましたよ。あなたも本当にどうもありがとうございました。この秋から私を救ってくださいまして。さあ早くこの女を捕まえてください。でないと何をするか分かりませんからね。分かった。おい、さっさとこのボルド人を縛り上げろ。いい君ですな。もうあんな真似は二度とできませんよ。貴様、ここまで私たちを裏切っていたのか。もうアムルに潜伏しているボルド人たちは聖騎士たちによって全員捕らえられているはずですよ。内密のうちにね。貴様。私に逆らった罰ですよ。まあせいぜいこれから牢の中で一生を過ごしながら後悔してくださいよ、そのことを。おい、行くぞ。さっさとしろ。ビン、もう私は帰れそうにない。ルーなんだ、泥棒猫なんだ。たまたま優秀な僕がここに潜んでいるボルド人を発見したから、こうやって踏み込んできたというわけさ。僕の才能に驚いて声も出ないか。ああ、本当だと。君なんかには到底真似できないだろう。すごい活躍してしまったよ。発見して何が悪いんだ。何か僕は悪いことでもしたというのか。僕は言ったか。覚えてないな。なんだその目は。え、誰とは。なんで君がそこまで知っているんだ。言えないぞ。じゃあな、僕たちはもうこれで行くぞ。なんだ、まだ文句でもあるのか。ああ、その人はいいんだ。あの方が捉えるなと言ったからいいんだ。言えないぞ。じゃあじゃあ私もこれで。いや、何をなさります。暴力は誰ってですか。そうなんでございますか。あなたの妹さんだったんですね。ということはあなたはアスリジェルド様で。今まで気づきませんね。とんだご無礼を。言われましても。その辺で勘弁してくださいよ。あなたがアスリジェルドである以上、もう私の口からは何にも。いや。そこまでは。サージェスはたまたまちょうどよく私の前にいたから使ったというだけのことで。あ、そういえば彼はあなたの団長でしたね。まったくひどいやつですよ。いくら命令とはいえ、あなたの妹さんに手を出すような真似をするなんて。仲間、誰のことです。ご冗談を。私は彼らと仲間であった覚えは。なかなかしんどいことをおっしゃいますな。仲間仲間と言わないでくださいよ。だいたい誰のおかげでボルド人たちを捕まえられたと思っているんです。まあそのことは認めましょう。ですから仲間を売ったのではなく、私は平和に貢献しただけですよ。そうでしょう。私がこうしなければ彼らは永遠に。何をおっしゃいます。城下町や神殿を襲撃した者たちがそうやすやすと捕まるとでも。でも最近騎士がボルド人によって殺される事件が起きたじゃないですか。とてもそんな状況に追い込まれていたとは。なるほど。